3日ぶりに釧路に戻ってまいりました。現在の気温12度だそうです。まあ、それよりちょっと寒く感じますが、ちなみに今日はあちらの駅近くのコンフォートホテル釧路に宿泊をします。駅近のホテルは他にあちらのロイヤルインと、あとはこちらにルートインがありますね。あとはあちらのバスターミナルの奥に天然温泉スーパーホテルと書かれたホテルもあります。ここのコンフォートは本当に駅からすぐですね。2分ぐらいで到着です。コンフォートホテルチェックインしました。客室はまあいつものコンフォートっていう感じです。僕にとってはコンフォートはまあ比較的電源が多いので、まあノマド向きと言えると思います。トイレバスはユニットバス式ですね。チェックイン後はどこにも行かず、そのままずっと仕事してました。この辺で寝ます。おやすみなさい。おはようございます。朝8時半ですね。コンフォートホテルの朝食を食べます。コンフォートホテルチェックアウトしました。これからね、摩周湖屈斜路湖の方に向かいます。釧路からね、レンタカーを借りて、まあ、途中ね、いろいろ立ち寄りながら、向かいます。釧路図書館、立派ですね。レンタカーはあちらのニコニコレンタカーなにわ町店で、借ります。エネオスと一体になってて、便利ですね。で、今回はこちらの軽自動車になりました。釧路の郊外に向かっております。あちらに見えるのが釧路川ですね。現在東路というところまで、来ました。夏は東路駅 JR で降り立った場所ですね。今回は車で来ております。目的地のこったろ展望台まではナビによるとあと 6.4 キロとのことです。引き続き車を運転して向かいます。なんとこったろ湿原展望台は行けませんというふうに書かれております。この先なんですけど、ダメなんですかね、行けないのかな。まあ、とりあえず踏切まで渡りましょうか。やはりこの先は通行止めで、こったろ湿原展望台には行けませんと書かれてます。今日は無理ですね、これは。なので先の目的地に向かいましょうか。ちなみにこの辺は単調も降り立つ場所のようですね。あ、なるほど、橋を作ってるみたいです。これが多分通行止めの理由なんだと思います。シラルトロッコというね、場所に来ました。先ほどの東路湖を越えた先にある、湖ですね。とても綺麗です。ちょっとね、遠くになってしまうんですが、あちらに、水鳥がたくさんいます。それにしても素晴らしい景色です。カラスがちょっとうるさいですが、素晴らしい景色ですね。続いて茅沼駅というね、JR 専門本線の駅に来てみました。この駅はね、まあ、前回専門本線に乗った時に、まあ、立ち寄れなかった駅なんですけど、どうやら単調がね、まあ、冬前になると単調がこの駅に降り立つということでね、知られているね、そういう駅ですね。まあ、ご覧の通り、周辺は建物が本当にわずかしかない、そのような場所に、ある駅ですね。駅は、まあ、北海道らしいログハウス風の駅舎となってます。こちらが茅沼駅周辺の、ガイドマップですね。まあ、シラルトロ港を中心に、まあ、このように、まあ、見どころが、集まっているというところです。シラルトロ湖は夕日がとても綺麗みたいですね。茅沼駅には蒸気機関車の車輪と思われるものも、展示されています。茅沼駅の駅名標と、これはおそらく、単調のデザインですね。茅沼駅の駅舎の中はこのようになっております。単調の写真がたくさん飾られています。冬に来て単調を見るのも良さそうですね。茅沼駅からは、釧路から860円で、アクセスできます。まあ、ただね、本数がねかなり少ないんですよ。今はね11時48分なんですが、網走方面は11時台、12時台、13時台ないですね。14時54分の網走行きしかないですね。釧路方面は快速知床、摩周号というものが、12時55分発でありますが、まあ、その先はもう、18時までないと。はい、ものすごくね本数の少ない路線です。茅沼駅のホームは、このようになってます。ホームは、一つのみですね。単調の来る駅というふうに書かれておりまして、
じゃあそのタンチョウはね、どこに来るのかというと、こちら の, あの畑ですね、もともと。ここにね、冬場降り立つみたいです。まあ、なのでね、茅沼駅、こうやって列車が来ますと、まあ、あの車掌からね、タンチョウをね、運がいいと見ることができると、そういう駅となっております。今回僕は車で来たんですが、このね、釧網本線ね、網走から釧路に至る釧網本線は、とてもね、景色がね、素晴らしい路線なので、ぜひね、機会があれば乗ってみてください。茅沼駅はトイレが設置されてないみたいです。近くの集会所にあるみたいですね。こちらがね、トイレがある茅沼振興会館ですね。駅から徒歩すぐです。トイレは建物の外にありました。こちらの、鹿とタンチョウが描かれた、仮設トイレですね。中はこのようになってまして、ボットン式です。茅沼駅前の通りはこのようになっております。続いて茅沼駅の隣の標茶駅まで向かいます。そちらは標茶町の中心となる駅なので、駅前はまあ何かしらあると思います。まあ時間もちょうどお昼時なんで、ランチもそこで食べようかなと考えておりますが、まあ行ってみてから考えます。茅沼駅から標茶駅まで来ました。標茶町のこちらが観光ガイドマップですね。標茶駅の駅舎は屋根がとんがっております。おそらく雪よけだと思います。標茶駅前はこのようになってます。駅前にセブンイレブンがありますね。車はあちらの奥の駐車場に止めました。もうちょっと時間あるんで、標茶町を街ぶらしてみたいなと思います。駅から5分ぐらい歩くと、このように、釧路川に架かる橋があります。結構広い公園がありますね。こちらが釧路川ですね。釧路川はダムのない日本で唯一の一級河川なんだそうです。つまり高低差が非常に少ない河川ということですね。釧路川は、僕がこれから向かう屈斜路湖を、ね、水源としています。そして、こちらの、ね、標茶町を流れて、さらに釧路湿原を通って、最後釧路川を河口に太平洋へと流れる、そんな川となっております。見てもらえると分かるんですが、水がかなり綺麗です。水面まで見ることができます。魚は確認できないですね。標茶の駅から川を渡ったところに今いるんですが、この先が標茶町の中心街のようです。中心街という感じではなかったですね。ただ町役場がねありました。こちらが標茶町の町役場ですね。敷地は結構広くて、役場の前は公園のようになってます。そしてこちらが標茶町の病院ですね。お腹空いてきたので、こちらの朝日屋でランチにします。川平展望台という場所に、来ました。建物があります。そして展望台はどうやらあちらの奥にあるみたいですね。あの奥が展望台ですね。いや、すでに景色が素晴らしすぎるんですが、あの上はもっと素晴らしいんでしょうかね。いや、本当天気に恵まれたな今日は。川平地平線の見える大牧場と書かれてます。さあ、展望台の景色は一体どうなってるんでしょうか。いやいや、素晴らしいです。やっぱり地平線と牧場が一緒くたに見れる、素晴らしいパノラマです。あちらの奥が釧路湿原の方ですね。牧場の奥には知床で、そしてあちらの山の奥が摩周湖と、そして屈斜路湖がある方向ですね。まだ2時過ぎなんですけどね、太陽がもう
あの位置にあるんですよね。見えるかな、まあ、この辺は日本でも一番東の方になるので、日の入りが早いです。今日は4時半ぐらいですね。なので実はあんまりもう時間がないというそんな状況ではあります。いやそれにしてもやっぱり道東は素晴らしいですね。特に景色、自然、人もいいですしね。移住したくなる人の気持ちもすごくわかります。まあ住んだら住んだで大変ではあるんでしょうけど、こちらの建物の中にも入ってみましょう。いや今日は天気がすごくねいいし、あったかいんでソフトクリームもちょうどいいです。まあ、玉平ソフトクリームっていうふうに、まあ、書いてあったんで、おそらくあっちの牧場から取れた牛乳を使ってると思います。まあ、当然そうすると美味しいですよね。新鮮なんでね。続いてね、こちらの JR 磯分内駅に来てみました。まあ、さっきの、ね、展望台から近かったんで、まあ、ついでに、まあ、どんな場所なんだろうということで、来てます。まあ、近い言うても5キロぐらいはありましたけどね。まあ、北海道の中では、全然もうすぐそこっていう感じの土地感だと思いますね。駅前はこのようになってます。なんかもう少しこじんまりとした場所を想像してたんですけど、意外と街並みというか、意外とちゃんとした街、ちゃんとした街というか、なんだろう、意外と大きかったです。ここは標茶町の磯分内という、地区になるみたいですね。セイコーマートとかもあったりして、別にそんな偏僻すぎる場所でもないなっていう感じのとこです。磯分内駅は、駅舎はコンクリート製ですかね。中はこのようになってます。まあ簡素な、駅舎内ですね。意外とスペースは広いです。まあご覧の通り、専門本線は本数が少ない路線ですので、この駅もこの程度の、停車数ということになります。磯分内駅の隣が、先ほど訪れた標茶駅ですね。そして反対側は摩周駅となってます。ただ、摩周駅、ちょっとなんかここだけちょっと色が変わってるんで、まあ、おそらくこの隣本当はもう一つ駅があったんだと思います。まあ、それが廃駅になったので隣が摩周駅に変わってるんだと思います。まあ、この駅はね、結構町があの奥に続いてますので、廃駅になることはおそらくないと思います。ただ多分この専門本線自体が多分赤字だと思うので、いろいろ経営的にはかなり心配ではありますけど、まあ、とりあえずしばらくは廃駅になるような心配のある駅ということではないってことだとは思いますね。寄り道もこの辺にしまして、いよいよ摩周湖へと向かいます。摩周湖第一展望台へとやってきました。こちらが、摩周湖の展望台ですね。おお。やばあ、すごいですねこれ。初めて来たんですけど摩周湖。わあ、すげえ。これはやばいですね、この景色。摩周国立公園。おお、ちょうどまた、夕暮れ時なんで幻想的な色になってます。いや素晴らしい。あちらの山はカムイヌプリというそうです。そしてあちらには、雪をかぶった山も、見えますね。こちらの展望台にはバスでも来れるようですが、現在11時25分発の1本のみとなってます。摩周湖第一展望台があるということは、つまり第二展望台もあるということになります。第二展望台へ向かいます。第二展望台の前に第三展望台という場所があったので来てみました。こちらは、摩周湖ではなく、向こうの屈斜路湖を眺められる展望台ですね。もう日が沈みそうなんですが、すごく綺麗です。こちらの木は白樺なんでしょうか。ちょっと違う気がしますが、もう紅葉が終わって、いよいよ本格的な冬に入ろうという、まさにその時に来ております。こちらが、第3展望台で屈斜路湖の方向、そしてあちらが第2展望台で摩周湖の方向となってるみたいですね。いや標高が高いのもあって、だいぶ冷えてきました。こちら側も素晴らしい景色です。風が強いですね。こち
ちら側はカフイヌクイの山がよく見えますね。山並みがよくわかります。すごい地形ですね。さっきはあちらから見たんですが、今度はこちらから、見てみます。このように摩周湖が広がっております。あと少しで日が暮れそうですね。日はもうほぼ暮れかけといったところです。あと、10分20分ってところです。摩周湖見終わったので、これから屈斜路湖の方へと向かいます。今日は屈斜路湖にねホテル取ってるんで、これからそちらに向かいます。この先の道を通るんですが、通行注意、急カーブ、急勾配、日陰部分多しということなんで、気をつけて運転します。いや、素晴らしい夕日ですね。北海道で見た夕日では、個人的には洞爺湖が一番綺麗でした。まあ、ただここも、それに負けない綺麗さですね。屈斜路プリンスホテルに来ました。エレベーターマンがついてたりと、なかなか豪華なホテルですね。釧路のプリンスホテルとは一味、違うクラスのような感じです。今日の部屋は、こちらの388号室になります。やばマジか、広いな。はあ、素晴らしいですね。ハフで3000円プラス450コインだったかなで泊まってるんですが、普段だと多分1万円以上はする部屋だと思います。ツインの禁煙を今回用意してもらいました。釧路のプリンスホテルにはなかったんですが、こちらは温泉付きということでタオルもあります。こちらが、ハンガースリッパですね。スリッパは使い捨てのものと、あとは丈夫な方があります。トイレとシャワーは別になってますね。これはいいです。こちらには湯沸かし器とお茶、そして冷蔵庫。そして、あ、なるほどなるほど、温泉なんで、こちらはシャワーのみというふうになってます。ソファーが広いですね。すごく素晴らしい。まあ夜なんでちゃんと見えるか分かりませんが、まあ3階の部屋ということで、眺望はさほど良くないというか、まあ木が邪魔しててあまり屈斜路湖は見えないという、部屋になります。今日はこの釧路から、こういうふうに来たんですね。十和平展望台からこういうふうに来て、摩周湖を経由してこうやって来てます。プリンスホテルは3階に、温泉露天風呂があり、1階にラウンジ、そして地下1階にコインランドリーとショップがあるという作りになってます。部屋で作業しながら洗濯が終わるのを待ちます。ホテルの Wi-Fi、めちゃくちゃ早いです。ありがとうございました。
いや、温泉最高でした。やっぱあれですね、この辺はやっぱ北海道でも特に寒い地域みたいで、露天風呂はかなり冷え込んでましたけど、でもいい湯でした。まあ今ね、10時なんですけど、まあもうちょっとだけ作業して、寝たいと思います。明日も、ドライブあるんで、寝ます。それでは、おやすみなさい。おはようございます。朝になりました。ホテルの部屋からは屈斜路湖がすぐそこに見えます。どうやらこちらのね、先進むと、湖畔が見えるようです。行ってみましょう。湖畔側のホテルは、このようになってます。こちらは別館みたいですね。この奥に桟橋がありますね。いや、素晴らしいですね。これは、このプリンスホテルに泊まった人限定の景色です。うわぁ、やばいな。見事な屈斜路湖の景色です。赤い魚が泳いでますね。鮭か、マスか。あの辺にね、リスがいるんですよ。ちょっと動画撮れるかね、わかんないんですけど。映るかな？リスが、何かをかじってるようです。これはおそらくエゾリスですね。北海道にしかいないリスだと思います。昨日は暗くてよくわからなかったんですが、ホテルの前、このようになってました。マッシュ湖からグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。この動画ではノバド旅の様子について発信しております。ぜひ次回の動画も楽しみにしてください。それではまた次回お会いしましょう。